ちょっとお兄さん、飲みすぎなんじゃない？死ぬ気で飲んでいるんだ。生きてるのが悲しくてしようがないんだよ。面白い人。でも、どうしてあの洞窟に？あそこは鎮痛作用のある世界樹の葉に当てられた中毒者たちのたまり場よ。大切なものをなくしてしまってね。このまま心身ともに健康になってしまうのかと思うと、夜も眠れないんだ。お兄さん、名前は？人は僕を先生と呼ぶ。じゃあ先生、私が心地よい眠りへ誘ってあげる。こう見えて私は踊り子なの。騙されたと思って見てみてよ。踊り子？舞を見るのがそんなに立派な生活なのかね。見なさい。